どうも、エルザです。それでは、嘘つき姫と盲目王子やっていきたいと思います。さあ、王子をね、助けないといけないというか、探さないといけないんで、ちょっと、狼の姿で頑張っていきますか。でも、山火事か。山火事となるとだよね。おー、めちゃくちゃ視界悪い。これで飛んで、下行けるのか。こっちは？運んでもらって、おー、いい感じいい感じで、置いとくと。さあね、魔物からすると火はねっていうところだから、それは采配、それが取りたかったわけではないんだ。挟まるんだよね。マジで挟まるんだよな。方向が合わないとね。ほんとテレサ的な感じだね。隠れてたね。まあ、そっか、火事だからか。火事の影響でってことか。下がってしまう。よし、いける。いるね。あ、それは危ない。ああ、多すぎるわ。まあ火事だしね。多いな、この数は。一発当てれば逃げていってくれるけど。鍵、うーわ、マジ。おお、3匹いたか。イノシシ一番怖えな。よし、ここクリア。はあ、あー、後ろの釣られてた子たちもなんか傷つけられてる。ちょっと待ってね。こう、ギリいけない。まあいいか。フィットの元に戻って、よし、ありがとう。
今なんか ジャンプしてるとダメか。ああ、こういうことね。狼で弾き返されるってなかなかだよね。え？あ、はははは。頭からいったなー。意外と滑るからね、このゲームで。王子はでどこ？全然。王子らしきものが見当たらない。ああ、ネバネバかー。なんかギミックの総集編みたいな感じになってるね。危な。で、おお、来た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 。でもこれ結局、ここ、あ、行けるのか。いや、行けるの？いや、何もないね。そうか、意外とやった。で、ほう、あ、なんなら進む方だったかな。さっきまで全く向かなかったのに。おー、よし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 、乗った乗った。いやー、ここに来て新しいギミックか。よし。で、上に登って取れなかった。意外と当たり判定シビアだからね。さあ、花びらゲッチュ。でもまだ王子は見つからないね。一人で歩けていけるって感じもしないんだけどね。まだか。あ、燃え盛る森の中を必死に駆け回り、狼はやっと王子を見つけ出します。王子は燃える木々に囲まれ、今にも炎に飲み込まれそうになっていました。熱い熱いと必死に助けを求めています。狼は王子を助けるためぼうぼうと燃え盛る炎に近づいていきます。お、王子、助けに来たよ。恐る恐る狼は王子に声をかけます。姫、
王子は狼へどんな言葉を返したらよいか分かりませんでした。あんなに火が苦手だったのに、今命がけで王子を助けてくれました。だけどこの目をつぶし姿を偽った憎く怖い化け物でもあります。狼も王子へかける言葉が見つからず、真っ赤に燃える森の中、二人は黙って向かい合うことしかできませんでした。その時です。バキバキと木々が倒れる轟音が聞こえ、森全体が大きく揺れました。轟音の下方向に目を向けると、遠くの方で森の木々の高さを超えるほど大きな怪物が、怒りに満ちた猛々しい方向を上げながら、今まさに立ち上がろうとしているのが見えました。こんな恐ろしい怪物は見たことがありません。森に住む生き物や化け物たちは皆パニックになり、怪物のいない方向へ一斉に逃げ出しました。逃げ出す生き物たちの中には魔女の使い魔たちの姿も見えます。魔女の使い魔たちは何かを叫びながら逃げていました。森の魔女がお怒りだ、愛するコレクションを燃やされて昔のように大暴れ、もうこの森はおしまいだ。それを聞いた狼と王子は顔を見合わせます。あれは森の魔女なの。コレクションが燃やされて怒ってるって、これ僕たちのせいだ。うん、でもあんな怪物どうやってやっつければ。狼は怪物になった魔女を倒す方法を考えます。だけどどう考えてもあんなに大きな怪物には勝てそうにありません。王子を連れてここから逃げないと、などと狼が考えていると、姫、魔女に謝りに行こう。思いがけない王子の言葉に狼は耳を疑います。謝りに？そう、悪いことをしたら謝らないと。悪いことをしたら謝る。狼は王子の言葉を繰り返します。早く行こう姫。狼は少し考え込んでいましたが、やがて強くうなずきます。分かった分かったよ王子、行こう。はい、ということでここに来てやっと王子と合流ってことですが、まあ、仲直りしたかって言われるとちょっとまた違うところなんだけど、あ、手は握ってくれるね。まあでもちょっとね、魔女に謝りに行くということなので、まあ次回この続きやっていきたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。